水鉄砲バトルって幼稚すぎない？それより怖がりな奴らを驚かす方がもっと面白いよ。本は心の栄養って言うでしょ。あなたは餓死する寸前ね。スケコンコイマスミッツヒトソレミアンヨオシスンゴドパレスアンジュビリョアスンアタマルチハイクスチオコモモキオツナイマスコナハトウウタアスタコナイサウナンスシワコアメイノオホコモ宿もない交換やくいきこんモナ、お前初めから全部知ってたな。いかがでしたか？モナのおかげで水鉄砲バトルが楽しめたでしょ。リザも、うん、さあさあ、みんな遊び疲れたでしょうから宿に行きましょう。そもそも休館ってどんなとこなんだよ。大丈夫なのか？ま、結構古いがそれなりにいいところだ。あんちーと騒がしいかもしれんね。他のお客さんも泊まっとるけ。よかったじゃないですか、ご主人様。お友達が増えるチャンスですよ。バカンスで知り合った新たな友人、真夏の夜の刺激的な思い出、意外な出会いは少年を大人にした。どんなラノベだよ。来て、一緒に遊びましょう。Thank you.
Thank you.
Thank you.
さよならは別れじゃなくてまた会うための約束。
悲鳴を聞かせてよ。はあ、イライラする。なんであんなお姉ちゃんたちのところに妹として生まれてきちゃったんだろう。し、静かにして。びっくりした？水鉄砲バトルって幼稚すぎない？それより怖がりな奴らを驚かす方がもっと面白いよ。人間界での生活なんて簡単だって思ってた。でも世間知らずのお姉ちゃんたちの面倒を見ながら人間界で暮らすっていうのは想像してた以上に大変だったよ。今なんか変な音が聞こえなかった？そうだ、これは秘密なんだけど特別に教えてあげるよ。さっきから女の人がずっとお兄さんのことを見てるよ。猫の毛を7本取って身につけると幸運が訪れるって言い伝えがあるの知ってる？そういえばお兄さんって猫の子孫でしょ？気をつけた方がいいかもね。逃がさないから。ふーん、こんなあっけなく終わっちゃうんだね。普通幽霊のいたずらって怖がりの人が引っかかるんだけど、お兄さんも相当。魂の存在を無視したらダメ。死んだからって全部が終わるわけじゃないから。お兄さんはすでに彼らに会っているはず。そうでしょ？サンズの川を渡らせてあげる。言ってもわからないよ。そういうおバカな知り合いがいるの。わあ、びっくりしたでしょ。おバカだけど優しい悪魔だったのに。カナロアは水鉄砲が好きじゃなくてよかった。前より強くなったのに。魔王争奪戦に参戦してない私が言うのもなんだけど、死なずに生き残っただけでも敗者ではないと思うけどね。一勝負してみない？こっちに来て、一緒に入ろう。帰ろうなんて思わないでね。死んだと思ってたのに生きてたんだね。早く逃げた方がいいよ。水鉄砲バトルより楽しいでしょ。悪魔がエクソシストの力を借りて童貞卒業。怖
これって階段だよね。今までは平和だけど退屈な毎日だったの。でも今はとっても楽しい。人間界での生活なんて簡単だって思ってた。でも世間知らずのお姉ちゃんたちの面倒を見ながら人間界で暮らすっていうのは想像してた以上に大変だったよ。猫の毛を7本取って身につけると幸運が訪れるって言い伝えがあるの知ってる？普通幽霊のいたずらって怖がりの人が引っかかるんだけど、お兄さんも相当し、静かにして。普通幽霊のいたずらって怖がりの人が引っかかるんだけど、お兄さんも相当びっくりした。猫の毛を7本取って身につけると幸運が訪れるって言い伝えがあるの知ってる？そうだ、これは秘密なんだけど特別に教えてあげるよ。さっきから女の人がずーっとお兄さんのことを見てるよ。猫の毛を7本取って身につけると幸運が訪れるって言い伝えがあるの知ってる？そういえばお兄さんって猫の子孫でしょ？気をつけた方がいいかもね。そうだ、これは秘密なんだけど特別に教えてあげるよ。さっきから女の人がずっとお兄さんのことを見てるよ。し、早く逃げた方がいいよ。あ、びっくりしたでしょ。サンズの川を渡らせてあげる。ねえ、悲鳴を聞かせてよ。ねえ、悲鳴を聞かせてよ。教えてあげるよ。さっきから女の人がずーっとお兄さんのことを見てるよ。涼しい渓流もええけどぬくい温泉も悪うないわね。温泉では水鉄砲バトルは禁止だ。ハイドロシューターでもそれくらいの礼儀はわきまえてる。そうだ、これは秘密なんだけど特別に教えてあげるよ。さっきから
女の人がずっとお兄さんのことを見てるよ。そうだ、これは秘密なんだけど、特別に教えてあげるよ。さっきから女の人がずっとお兄さんのことを見てるよ。これは秘密なんだけど、特別に教えてあげるよ。さっきから女の人がずっとお兄さんのことを見てるよ。悪魔がエクソシストの力を借りて童貞卒業。これって階段だよね。